はい、今回は占星術で使われるリリスというものについて説明していこうと思います。ホロスコープでいろいろなものを鑑定しようとした時にどうしても納得できないというような場合が出てくることもあると思うんですけれども、そういった時に注目してみる必要があるものがリリスになってくると思うんです。リリスというのは自分の中にある秘めた欲望、欲求、願望などを表すと言われていて、隠された性癖ですとか自分のダークサイドの部分を表すことがあるのがこのリリスという部分になります。リリスというのはこの占星術アストロロジーの中でどういったものなのかというのを見ていこうと思います。大きく分けて4つの考え方があるというふうにここでは説明していこうと思うんですけれども、この4つあるということがこのリリスを分かりづらくしているんですね。まず1つ目のリリスは火星と木星の間に存在する小惑星のことを指しているんですね。この小惑星は1927年に発見されたものになるんですけれども、リリスというものを表すときに出てくるこの4つの場合の中で、この最初の小惑星リリスは唯一物理的に存在しているものになっているんです。2つ目のリリスはダークムーンリリスと呼ばれるものになるんですけれども、このダークムーンリリスは実際には存在しないと考えられているんです。というのは観測に成功したと主張する天文学者や観測したという記録は残っているんですけれども、公式には確認されていないものになるんですね。そして3つ目と4つ目のリリスはどちらも月の遠地点というものが関係してくるものになります。月の遠地点とは何なのかというと、月と地球が最も離れた位置に来るポイントのことなんですね。月と地球はそれぞれ自転と公転を行っているんですけれども、そのため2つの地球と月の間の距離は一定ではないんですね。近づいたり遠ざかったりを繰り返している。そして月が普段からより大きく明るく見えるスーパームーンという現象があるんですけれども、このスーパームーンという現象は月と地球の距離が最も近づいた時に起きる現象になっているんです。そしてそれとは逆に距離が一番遠くなる地点、それが遠地点と呼ばれるポイントになります。この月の遠地点というのは解釈によって2つの種類に分けられるんですね。まず1つ目がトゥルーブラックムーンリリスと呼ばれるものになります。これは月の遠地点だと見込まれる場所のことを指しているんです。簡単に言いますと、月がどのような動きをするのかを予測して算出した月の遠地点ということになります。これは実は月というのは単純な軌道を描いているわけではなくて、とても不規則な動きをしているんですね。そのことによって単純に月の遠地点を割り出すというのは非常に困難なことになっているんです。なのである程度あらかじめ予測を立てておいて割り出した月の遠地点のことをトゥルーブラックムーンリリスと呼んでいるんです。そしてもう一つの月の遠地点はミーンブラックムーンリリスと呼ばれるものになります。このミーンブラックムーンリリスというのはこれまで割り出した月の遠地点を平均化したものなんですね。今までの月の遠地点から計算して分かりやすく把握できるように求められたものがこのミーンブラックムーンリリスというものなんです。このトゥルーブラックムーンリリスとミーンブラックムーンリリスは使い分けられることもあるんですけれども、一般的なホロスコープではこのミーンブラックムーンリリスの方が使用される場合が多いんです。というのは本当に月が描いている軌道であるトゥルーブラックムーンリリスが算出できるようになったのは技術が発達したごく最近のことだからなんですね。最初のスライドでも説明しましたけれども、
多くの占星術師にとってリリスというのは小惑星リリスのことを指しているのではなくて月の遠地点のことを指している、そういうふうに捉える占星術師の方が多いということを最初の1枚目のスライドでお話ししました。ここではその点に関して英単語等を見ていこうと思います。まず小惑星リリスというのはアステロイドリリスと呼ばれているものになるんですけれども、アステロイド1181というものがこの小惑星リリスの正式な名前になります。この小惑星は1927年の2月11日に発見されました。そしてそれとは別にこのリリスという言葉が表しているのが月の遠地点ということでしたね。この月の遠地点なんですけれども、遠地点というのは英語でアポジーと呼ばれます。月の軌道のアポジーですね、ルナアポジーと呼ばれる部分、これを多くの占星術師の方はリリスというふうに判断してホロスコープ上で鑑定に利用していく、そういった流れになっています。で次のスライドではこの地球の周りを楕円形を描きながら動いている月が一番離れた部分がアポジー、遠地点であるという部分についてもう少し詳しく見ていこうと思います。はい、それではこのスライドでは月の遠地点と月の近地点について見ていこうと思います。アポジーが遠地点で、ペリジーが近地点ですね。地球から見て月が最も遠くなる位置と最も近くなる位置のことをアポジーやペリジーと呼んでいるんですね。そして占星術やホロスコープではこの月が最も遠くなる位置、アポジーの位置にあるときにそのポイントのことをブラックムーンリリスと呼んでいるということですね。月と地球の距離はベアリー、様々である、異なるという英単語になるんですけれども、コンスタントリー、絶えずしきりに絶え間なく異なっている、変わっている、そういったことを表している文章になっています。そしてこのエリプティカルレボリューション、地球の周りを楕円形で回っているということをこのエリプティカルレボリューションという言葉で表現しています。でこの月が地球にクローゼスト、最も近い位置に来るのがペリジーと呼ばれる部分だということですね。そしてもう一つの、地球からファーゼスト、最も遠い部分がアポジーと呼ばれているということです。図を書いて説明すると、地球の周りを月が回っている軌道があって、そしてその軌道の中で一番地球から離れる部分がアポジーであるということですね。レボリューションというのは円形の動き、何かに対する円形の動きのことであって、日本語で言うと公転のことなんですけれども、それに対して自転はローテーションと呼ばれます。どちらも回転しているような状態のことを表すんですけれども、レボリューションの方は自分とは別の物体の周りを回っていることを表していて、ローテーションの方は自分自身の軸を中心として回っている状態を表しているということです。ペリジーという単語をさらに英文で見ていくと、ポイントのことだと、地球の中心からニアレスト、最も近い地点、ポイントのことをペリジーと呼んでいるという文章がこの英文になります。今回のスライドでは地球と月の距離、ディスタンスは絶えず変わっていっているものだということと、その変わっていっている中で地球に最も近づく部分と最も離れる部分がある、そして最も離れる部分、アポジーのことを占星術やホロスコープではブラックムーンリリスとして扱っているということを説明しました。それではリリスに関する第1回目の動画は以上となります。
引き続きリリスの2回目の動画でより詳しくリリスの内容を見ていこうと思います。このチャンネルではこれからも占星術やホロスコープに関する知識をグラフィックレコーディングで解説していく動画を投稿していこうと思いますので、もし興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。